ありますよね、ここにいる人たちよりも。ああ、そうですか。うん、あーっと、そして場外戦だ。一番重い顔してる。そうですか。あーっと、強烈。これは本部的に強烈な顔してた。中に入っても自分のスタイルは自分のままでやるっていう気持ちなんですかね。うん、ねもちろんこれメキシカンスタイルじゃない。ノータッチでこうどんどん入っていく。ルールは、ルールが採用されてます。とこれは完全にミチャの技ですね。はい。まあもちろんね、メキシカンスも1年間練習とね、練習行ってましたんで。この辺の成果をこの大舞台で発揮したというところなんでしょうけれども、島田選手もあのロープを2段3段で階段みたいに登ってくる、なんか振り向いて、飛んで振り向いてなんかフェイスバスターみたいなやる技ありますよね。皆さんないんですよね、クイッチの方でオリジナルじゃないんですよ。カモンカモン、なんと言ってもでもこのカブチャ戦というかね、この辺にやっぱりこのレフトリーが立ってる選手が吉田選手の方が体重はありますよね、ここにいる人たちよりも。あ、そうですか。うん、あーっと、そして場外戦だ。一番重い顔してる。いや、そうですか。あーっと、強烈。これは本部的に強烈に叩きつけた。ものすごい音が響き渡りました、この横浜アリーナ超満員。塩もあるな。塩はなんか残ってますね。あっと。大丈夫でしょうか。なんか塩がないとも体調が悪いですよね。はい。さあ、そして場外なんだ。あの意地悪な下田が大好き。そうですか。はい。さあ第3試合になって、これはあっと初めての本格的な、まあ、上段ランドということになりました。4選手に乱れての、あっとそしてこちらでは何をやってるんでしょうか。これはマイクのコードですね。あっと我慢せ、うるさいうるさい。さあティフリーターをグイグイと締め付けた。さあカードという声援が飛ぶ中、どういったリスパックをどういったものを見せてくれるのか。こちらはティグリタですけれども、あそして今度はまたも石子カップに行くのか。ティグリタの場合ですよね。カマホッツロメラスペシャルなんて本当はメキシコの方ですよね。元を正せば、はい、さあこれですけれども、ここで崩れた。なかなか。あんな少しの拍手来ましたね。うん、そうですね。相当みんな女子プロ見たことないですね。当たり前の風景っていうのがあるじゃないですか。そう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 。うん、だから今日は一番素晴らしいものを見させていただきますね、帰ってね。今連携プレーが出ました。今反対からのエルボーってすごい斬新じゃないですか。そうですね。さあそしてもう一回連携で何があるんでしょうか。あっと、さあトップロックから押した。さあそして今度何があるのか。あと下田がちょっと心配ですけれども、浅い落ち方をしました。さあさあそして、あムーンサルトプレスか。ムーンサルトが出たか。ムーンサルトプレス、あっと完璧に決めた。さあ綺麗に決まったか。今度2、これでも意地があります。いや今かなりね、あの空中でのスタイルも非常に良かったムーンサルトプレスですけれども、カウント2で何とか返した。さあ打ってラリアット外したが、あっと今度は下田が後ろから出てきた。おそして飛びます、ね、渡辺がロップ、あっとトップロックから、あっと下田も何かやろうとしている。さあ両方トップロックから、あっとプランチャーダブルプランチャーだ。今下田はサードロープにぴょんと飛び跳ねて、そのまま行こうとしたのか、ちょっと一回ね失敗してしまいましたが、さあ今度は場外。10分経過。どうでしたか今のプランチャーは、吉田選手。そうですね、でもロープからのがちょっと見たかったなって言ってますね。なるほど。でも同時に飛んだのが良かったですよね、はい、そうですね。あとカメラマンの数が多いんで、思いっきりなんか思ったところで躊躇しちゃうっていうんですか。なるほど、場外になんかいつもとなんか状況が場外の状況が違うっていうんですか。まあもちろんこれだけのビッグイベントですので、各社カメラマンが締めきよっていうような状況でね、このリングサイド、また各団体がその試合ごとのセコンドしか出せないと。なるほど。いつもね順位になりますけど、今日は、さあそして目まぐるしい返し技の攻防の後の綺麗なジャーマンだ。やっぱりジャーマンやっても足のあたりがなんかとぼけて見えますもんね、渡辺の。でもブリッジ綺麗です。ブリッジがね。さあ今度はそしてティグリーだとこの篠田の絡みになります。なんかそんな感じしませんか。さあ、これが形
今疑惑の疑惑のウォーリーやっぱりウォーリーにブーイング来ますね。早いなというのがありましたけども、さあカウント、交流戦になると余計カウントが厳しくなりますよね。そうですね、なんでしょう、このウォーリー山口には公平なレフリングを期待したいと思います。これも左のホルダー腕を固めてもフィッシャーマンだ、今は新しい技でしたね、はい、腕と足を固めてのダブルアームみたいな、はい、ハーフハッチみたいな手でフィッシャーマンだ、こんな技のシグリタ、この辺で徐々に動きができるのか、あれなんだろうという感じがしますけども、確かに面白いですね、またやばいですね。そしてウドシーが徐々に体勢、そしてさあロープ際では野田と薫がやり合う、さあそしてあっとまだ離さない、しかしここで薫があっと、これもメキシコでよく見られる光景という関節技の出ました。これはルチャならでは、ルチャっぽいんですね、ルチャなんですよね。初めからかけられてるチグリタが非常に辛いという。そうですね、何やってんだろう上の方で、こんな感じですね。そして今度はどういった差し込んでるのか、スープラ飛んでストマックに行ってきて、ダブルで、あっとドロップキック、あっとこれはイグリトルが投げましたね。あそしてダブルドロップキック、さあそしてこれは何があるんでしょうか、これは何があるんでしょうか、ダブルプランチャー、ダブルのミサイルキック、さあそして場外に、場外だ、あっとこれも何があるんでしょうか、さあ赤青両コーナーに分かれて、あー出ました、ケブラーだ、イグリタケブラだ、見事にヒットした、ちょっとカオル選手の方は半身って感じがしましたけどね、はい、いやしかし驚きましたね、コーナー最上段から場外へのまさにがケブラーだ、マヤ選手ちょっと膝いっぱいでしたね、はい、今日はね、あのメキシコではフォークマットはないんですけども、やはりメキシコのマットがある分座れないというところですが、それもカウントはどうなっているんでしょうか、ダブルホールの対戦が2者ですからね、そういうことあるんでしょうね、はい、そしてこの後はどういった攻防か、これはどうするか、今度は薫とちょっと両選手ブロッキーか、おっと薫はあっと全く相手を見ていないという感じですけれども、完全に自爆した、ちょっと下がちょっとね怪しくなってますね、薫さん、おっときれいな中田、さあ薫どうか、危ない、非常に高さのある裏カンナメが決まりましたが、さあ場外ではスネアとキグリタ、そしてこれもね得意としているセカンドロープを使ってのボディアタックだったんですけども、おっとあこれは横回転エビガサメ監督、カオル選手のうまさに負けたんですね、はい、最後は